今週2泊3日の平壌首脳会談を行った韓国の文次イ院大統領が第73回国連総会出席のため23日から27日まで3泊5日の日程で、米国ニューヨークを訪問する。文大統領の国連総会出席は昨年に続き、就任後2回目だ。 ムン大統領は国連総会で朝鮮半島非核化へ向けた全世界の支持を訴え、2回目の米朝首脳会談を促すためトランプ大統領と会い、平壌首脳会談の結果を説明する。ムン大統領は国連総会の基調演説、米国をはじめチリやスペインなどと2カ国間会談、国連事務総長との会談、 米国の国際問題専門家とオピニオンリーダーらを対象にした政策演説などの日程を行う。文大統領は今回の訪問を通じて、全世界が関心を持っている平安南北首脳会談の結果を詳しく説明し、国際社会との緊密な協力のもと、朝鮮半島に平和と繁栄の新時代を開いていこうとする韓国政府のビジョンや政策、 そして我々の努力に対する国際社会の認識と理解を高めることで、支持基盤を幅広く拡大する計画だ。また文大統領はトランプ大統領と来る24日、米韓首脳会談を行い、今回の南北首脳会談の結果を詳しく共有し評価する一方、朝鮮半島比較化へ向けた米朝対話の突破口づくりと、 南北及び米朝関係の全循環的な進展を遂げるための実践的な協力案を深く協議する予定だ。